皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうくです。はい、前回に引き続いて、後編に入りたいと思います。はい、前回やったのは、こちらを作りましたね。ちょっとやっとできましたよー。アングル変えます。あ、ちょっと待ってね。アングルが、アングルがね、ちょっと待ってくださいね。はい、こういうね、ちょっとこう、夏らしい、海の感じの、 懐かしい雰囲気にしました。はい、えーと、これに、これを、えーとね。まず、えーと、こちらの、えーと、これはもう作っちゃったんですけれども、えっ、ー、と、パールに、上手に、雑誌に載ってました。それに、えーと、あ、そうだ。丸カンが出てないんだ。丸カンをね、ちょっと、出してませんでしたね。 いはい。えっ、ー、と、マグカンをつけていきたいと思います。まずね、こちらの、これが、えっ、ー、と、こういう状態になるんですけども、この飾りが、この飾りあった方がいいかなでもなんかあった方が可愛くないと思うのは私たち。とりあえず、えっ、ー、と、じゃあね、 この、これに丸カンを1個捨てていきます。はい、丸カンですね。で、丸カンはちょっと大きめのタイプにしようかな。はい。えーと、たぶん、ええー、と、この、ああ、ごちゃこの丸カンは、ええー、と、5ミリ幅ぐらいかな。こちらの丸カンえーと、 開くかなあでだめ、手が開かないな。ちょっとね。ちょっと手が開かないので。はい。まず、えっ、ー、と、大きい丸感に小さい丸感をつけていきます。はい。それと、えっ、ー、と、こちらのね、お月様をつけようと思います。ちょっとアングルで。 お見せできないのが申し訳ないんですよ。はい、えー、っとですね。ちょっとね、アングルでお見せできないてごめんなさい、ほんと。ア <laughs> ングアングル内でお見せできないんですけど、ちょっとね、こういうちっちゃいシャはちょっと手元でないと。 できないので、申し訳ないです。あ、スマホが動いちゃった。スマホが動いちゃったわ。で、このうにパーツをつけていきます。こう、えー、と。結構このお月様は、私気に入ってるんですけど、私個人、一個人ですよ。 ああ、低かった。結構ね、この丸感、硬いんですよ。なのでね。はい、えーと。こんな感じで、あ、じゃあこれこんな感じで、吹きました。はい。で、今度はこれに、えっ、ー、と、穴を通していきます。 今度は大きい丸カンに、えっ、ー、と、大きい丸カンを開いて、えっ、ー、とね、大きい丸カンどこが開くんだかわかんないんだよね。あれ違うここじゃない違うな。あ、こっちか。 ここだから、こうやって。<laughs> ちょっと待ってくださいね。えっとね、ちょっと待ってね。今ね、ちょっとね、大きい丸かの方が、ちょっといぶきになってきた。 ここからなので、これを、これを、こうやって下げたいから、あ、ダメだ、もっとあ、あっちがないとダメだ。もっとあっちがないと、ダメおっとととととと。えっと、これに、 これを引っかけて、引っかかるかあ,あ引っかかった。あーでもね。あ、ま、結構ね、きついですね。ギリギリかもしれないえっと、これに今度はこれをつけてます。つけていきますが、えっ、ー、とね。これでいいんだって。で、違う。こっちだね、こっちだね。 じゃね。で、ええー、と。つながったかなはい、こういう感じです。こういう感じの、ま、あの、アクセサリーで、いかがですかね。もっこう一個作ってきますね。 えっとね、こっちっこね、うーんー、やらっこいね。やらっこいねって言い方になるかけどさ。やらっこい。どこの言葉だってやらっこいって。自分で言っててわかんない。あの、私、時々、多分喋り方っておかしくないですかあの、なんかね、母歯が、 都ャコ文章の人なんですよね。で、ま、あ、月が鹿児島で、もう二人で喋って、まあ、今もう月が高いってないので、あれなんですけど、もう二人で、もういるときは、もう二人ともなんかどこの言葉って思うぐらいの言葉喋ってるんでしょう。で、私なんかもうね、のもう、なんだろう、50年一緒にこうやって過ごして、 ているので自分で、標準語で喋ってると思っていても、実は、標準語ではないってことがよくあるんですよ。私的には標準語で喋ってると思っても、どこの言葉って言われちゃうんですよね。えどこの言葉って、これ標準語じゃないって、それ違うよって言われちゃうんですよ。友達から。で、え 標準語じゃないのって。例えば、そうだな。ええー、と、まあ、ハンがよく、あの、雑巾がびしょび、びしょぬれとかって、あの、標準語だと多分そういう言い方なんだけど、雑巾がギタギタって言い方するんですよ。えー、ギタギタって、私の中では、それが、 標準語だと思ってたんですよね。そしたら、なんと、それは標準語じゃなくて、あの、九九の言葉だったんですよね。うーんと、びっくりしました。私、標準語って思ってたんですよ、それ。自分で。そしたら、違うって言われちゃったんだもん。やっぱり、あの、母と、猫、こう、こう 何十年って人にね、暮らしてるとね、母と父の言葉がやっぱりね、映っちゃいますね。自分では標準語だと思っても、標準語じゃなかったりとかね。はい、完成しました。こんな感じで、ちょっとね、アングル変えますね。あ、いや、アングル変えない方がいいか。いかがですかね。こういう感じで作り方、作りたかったんですよ。 ちょっとなんか、海なんだけど、なんか、お月様が、あるという、感じです。中にこうやってぶら下が、ぶら下げたかったんですよね。はい。今日の動画は、えっ、ー、と、めっちゃ短いんですけど、前回よりもかなり短いね。結構完成してたもん。結構、これは、あの、垂れてたので、やすりで、やすった後に録画を撮ったので、 本当だったら、休む時間が結構かかってますね。はい。ちょっとね、休ってる時間、休ってる、休、休りをやってる時間をちょっと、省きました。はい。今日の動画はこんな感じです。まあ、いかがだったでしょうか。今回私の、あの、ピアスの作品の中では、あの、結構恥、あの、恥、なんだ新しい、 作品になってるかなと思います。はい。今日の動画は以上になります。ちょっとね、短かって申短くて、短かったです。短かって申し訳ないんですけど、またね、次回の動画も見ていただいと嬉しいです。またこのね、えっ、ー、と、私の作った作品が、初心者様の参考になっていただけたら、幸いに思います。はい。 ええとね。まあ皆さんもね、ちょっとね、もうコロナ、コロナコロナでいい感じで、なんかこう私、もうテレビ見るのも嫌になっちゃうぐらいな、状況ですよね。もう、あの、パソコン、あの、スマートフォンでも、コロナの情報が入ってくるんですよ。あの、ほらなんか、えーと、んなどあの、どっかの、えーと、アプリがあるって言ってましたよね。 コロナがこう、近く、コロナ感染の方が近くにいるとわかる、らしい、アプリだって、そのアプリをダウンロードしたら、もう毎日2回ずつこう、コロナ情報が入ってきて、すごいね、い、コロナ、コロナ状態ですね。もうなんかだんだん嫌になってきました。もちろんコロナもだい、ね そういう状況だからわかるんですけど。なんかね。はい。でね、あ、そうだ。ついでですがありますが。えっ、ー、と、これをね、実は作る前に、別のタイプも作ったのが、こちらなんですよ。これは、えっ、ー、と、こういう、セルを使って、やったんですね。これとこれをね。だけど、えっ、ー、と、 これだと、もちろん綺麗なんですけど、なんかこうほら、形、もちろん、形がね、まばらだから、しょうがないんですけども、どうしてもね、ちょっと、うん。まあ、これはこれで、ガラス風に見えるので綺麗ですけどね。ただやっぱり私思ったのは、 あの、これはね、あの、セリアさんで買ったやつと。で、やっぱ色が薄いんですよね。あの、セリアさんとか。で、もう一個確か、えっと、この系統で、この系統で、えっと、こういうね、白とかもあるし、あとね、どこだったっけあ、えっと、紫えっと、これとこれと、 皆さんと、これはセリアで買ったんですけど、色がね、ちょっとやっぱ薄いねでも感じました。まあ、でもこれは、あの、ネイルでも使えたりするので、あの、もう、失敗したとは思ってないんですけど、まあ、こういうね、やり方もありますね。はい。これね、オレンジで、 オレンジとグリーンで作ったんですよね。あんまり、まあ、うるさくない、シンプルなのが好みな人は、こっちがおすすめかも。はい。ということで、今回はこのような動画になりました。またね、えーとー、次回の動画も、楽しんでいただければと思います。 いつもご視聴ありがとうございました。はい。それではまた次回の動画まで。またねー。